空中開催される4試合で争われるスキージャンプの大会である。スキージャンプワールドカップよりも古い1952から1953シーズンから始まる歴史を有している。日本人では船木和義が1997から98シーズンに、小林良幸が2018から19シーズンに総合優勝を飾っている。 スキージャンプ週間に開催される4大会はワールドカップを兼ねており、この4大会で得た順位ポイントはワールドカップの総合ポイントにも組み込まれる。長年の間、4連勝で総合優勝を成し遂げるジャンパーは存在しなかった。日本人では、笠谷幸男が1971から72シーズンのジャンプ週間を3連勝しながら4戦目を 札幌オリンピックの国内選考大会のため、欠場しており、また船木和義も総合優勝した年は3、連勝しながら4戦目は8位に沈んでいる。また、当期五輪開催シーズンのジャンプ週間を制した者は、そのシーズンの五輪の個人種目で、金メダルを獲得する、というジンクスが1984年のサラエボーオリンピックから長く続いた。 2001から2002年シーズンのジャンプ週間では、スベン・ハンナ・バルトが、史上初の4連勝を果たした。しかしその年のソルトレークシティオリンピックでは、ノーマルヒルで、銀メダル、ラージヒルで4位と後者のジンクスも敗れてしまう。が、団体戦ではドイツがフィンランドわずか0.1点差で、制し、金メダルの獲得は過労じて継続された。 2005から2006年シーズンのジャンプ週間では、史上初めてヤクブヤンダとヤンネアホネンが同点で、総合優勝を分け合った。しかし同シーズンのトリノオリンピックでは、両者ともに、個人、団体とも、金メダルの獲得はならなかった。2017から2018年シーズンの、ジャンプ週間で、カミル・ストッフが2連覇を、史上2人目の4連勝で達成し、 ピョンチャンオリンピックの個人ラージヒルでも2大会連続となる金メダルを獲得した。翌2018から2019年シーズンのジャンプ週間で史上3人目の4連勝を小林良幸が達成した。冬季五輪開催年度以外での4連勝達成は小林が初である。ワールドカップの総合優勝は各試合の12点の合計で争われるのに対し、 ジャンプ週間の総合優勝は各試合のジャンプで取った得点、すなわち4試合8本のジャンプの飛距離点と飛べ型点の総合計で争われる。よって、工述、記録の項にもある通り、たとえ7本まで良いジャンプをして参照していても最後に失敗すると得点が足りずに総合優勝を逃すこともある。この4大会の特殊性の一つは、 伝統的な勝敗の決定法である。他の大会で1本目の上位30選手が2本目に進めるのに対してジャンプ週間の大会では1996、97年のシーズンからノックアウト方式を採用している。1本目の参加者50人は2人ずつ25組に分かれ、勝者25人と敗者のうち成績上位5人が2本目に進む。 ありがとうございます。